今日朝から、はい、視聴者、うちの視聴者さんに質問を募集しました。お、はい。まあ、ドライバーのみが引っかかるんですね。そう。少しだけそのドライバーがフラットすぎちゃうのかもしれないです、うんうん、次行きます、はい、愛国日本さん、はい、素振りの時はできていますが、ショットになるとどうしてもタメがなく左肘が抜けてしまう。あ、これさっきやったね。タメがなく左肘、あ、はいはい、抜けてしまいます、はいはいはい、うん、さっきやりましたよね。さっきやりましたね、左肘抜けちゃうバージョン。連れさん、これしてほしいですねでもタメがないっていうワードがまた増えてる。増えますよね。さっきはタメがなく肘が抜けちゃう。うんうんうん、助けてください要はキャストってやつですよね。これ多分すごいお悩みの方多いと思います。でこのキャストって正直ね、まあ、クラブヘッド走らせるっていうこうちょっと無意識な動作なので、正直直すのには時間かかります。はい、これは根気がいる。根気がいるし練習もしてほしいです。でズバリです、まあ、そうですね、今回はこのキャストしちゃうのに、まあ、ちょっといい練習法として、これキャストするときって私肘ってどう、今開いてます？めっちゃ開いてる。肘がボディに近くてキャストってできなくて、結構下になってからですよね。肘閉まってるでしょ、多分。そうですね、そうです。確かに。だからもうこの状態でバコって肘が止まって、肘の右肘の動きがすごい急激に止まるから、クラブヘッドしかボールに当てる術がなく、ここを使って、でもクラブヘッドが解放されちゃってるので、こっからも遠心力かけられないから自分で振るっていう、多分こんな感じだと思うんですけど両方来てる。そうなんです、両方。そうなんです。だから、まあ、この右肘の動きを少し意識的に変えてあげると、このリリースキャストはなくなってくると思うんですね、うん、だから、まあ、さっき言ったように右肘が止まると必ずヘッドは垂れます。なのでちょっと積極的に自分の中でギュン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 右肘を動かす練習をしておいたんですよ、うん。で、まあ、さっきも言ったけどこれ難しいのでボールに最初は当たらないと思います、うん、が、まあ、こういうふうに右手1本左で1回ここにセットして上げて、ここを意識するんじゃなくて、ここをまず引っ張り込む。ここしっかり動かしてスイングをするようなイメージ。ヘッドを動かそうとかボールに当てようよりもヘッドばっかり考えちゃうからかもしれないです、かもしれないです、ね、でヘッドばっかり考えてここの動きが止まっちゃって、しっかり右肘を振っていくようにすごいしていく、うん、そうするとこれやるときってちょっと自分でなんか引っ張ってます、引っ張って、すごい引っ張って。今見ててもらうと右肘を動かすとヘッドって後から来ません？来ます。これ多分絶対誰がやっても、無知みたいな、そう、誰がやってもそうなると思う、うん、ここを止めるとヘッドから来るので、まあ、こんな感じで少しあの当たんなくてもいいので積極的にギュン引っ張りながらダウンスイングをしてみる。おそらく最初はこうすると開くので、ね、ちょっと右に飛ぶかもしれない。でも、まあ、そこは最初の段階としては許してあげて、少しずつ慣れてきたらこの引っ張りの中でベース面をスクエアに意識しながら練習するといいかなと。ありがとうございます。皆さん、リンゴルフオープンニュースをお伝えしたいと思います。6月7月のスケジュール、8月まであるかな、ざっと出てます。6月15日福岡クイーンヒル、まあ、ゆっこが会場に行きます。でインターからも近いゴルフ場となってますので、アクセスもいいってことでたくさんのご応募お待ちしています。で7月22日軽井沢ですね。7月で結構暑いんですけれども、避暑地飛ぶ、天気がいいとカート乗り入れできるので、こちらの会場もお待ちしています。りさちゃんが来ることが決まっております。でもう一個、8月17日鳴沢、こちらのかなり名門となっております。 YouTube でも結構上がってるんですけど、富士山がかなり絶景ポイントでたくさん撮れますので、ご応募いただければと思います。以上、ご参加お待ちしています。バイバーイ。